ジュリ 9S。 はい、こちら 9S。 司令官から 2B9S 両名へのメッセージがあります。再生します。地上に向かっているヨルハ部隊の数機が連絡を絶った。現在もブラックボックス信号が確認されていることから、死亡はしていないと推定される。信号の発信されているポイントを絞り込んだので、地上に滞在中のヨルハ部隊員には本件の調査を命ずる。以上で通信を終了します。そういえばレジスタンスキャンプでも同じような話を聞いた。目標地点の情報をセットしました。他のアンドロイドの人たちが心配ですね。早めに行った方がいい気がします。地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。ねえ 2B、 砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに僕らアンドロイドは創造主たる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。ゲートは開かないみたいですね。どこか他の道から進めないかな。
通路はどこにつながっているんだろう。レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。ここから先に進むには進めるルートがないか調べてみましょう。これだけ大型の武装した機械生命体、見逃すと後でまずいことになりそうです。倒しておきましょう。あの戦車放っておいていいんですか？害がないなら戦うのは時間の無駄。スリルを体感する者、絶叫マシンとも呼ばれていた。人間って変な生き物なんだな。ところで 2B、 何？僕のことをよく知る親しい人は僕のことをナインズって呼ぶんですけど。そう。そろそろ 2B どうですか？何が？だからナインズって呼んでくれていいんですよ。まだいい。そう。
の反応多数。の機械生命体記録に電脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。トゥビアンドロイド、機体を再利用して攻撃して。
いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。ハッキングパターンの解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。了解。
アンドロイドの死体を再利用して攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。了解。
助けてくれてありがとう。あ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。アンドロイドたちを助けないと。ダメです、回路が全部焼き切れてます。敵のシステムによってかろうじて生き延びていただけみたいですね。そう、ねえ 2B。 何？あの機械生命体、なんだか不思議なことを言ってました。まるで感情が。機械生命体に意識なんかない、そう言ったのはあなたよ、ナインエス。そうですね。私、敵じゃない。あなたたち、壊れた機械生命体に倒してくれた。機械生命体がこんなに言葉を使えるなんて。お礼する。私たちの村に来い。罠かもしれませんが、とりあえず情報収集のために行ってみましょうか。あれは、ああ、 2B は見たことなかったんですね。あれは地上からバンカーや月面の人類基地に向けて資材を打ち上げているんです。宇宙空間では資材も燃料もありませんから。なるほど。どうして機械生命体やそれを作った宇宙人はバンカーを直接攻撃しないんだろう。もともと宇宙から来てるはずなのに。その原因についてはいろんな議論がされているんですけど、結論は出てないんですよね。宇宙人の考えることはよくわからないです。戦う意志がないってことでしょうか。まず最初に聞いていただきたいことがあります。私たちはあなたの敵ではありません。トゥービー、機械生命体の言うことなんて信じちゃダメです。確かにあなたたちにとって、私たち機械生命体は敵です。私の名前はパスカル、この村の長をしています。この村に住む者たちは戦いから逃げてきた平和主義者しかいません。よければ皆さん自身の目で確認してみてください。
ていうか機械生命体の姉妹って変な話ですね。同じ工場で作られたとかでしょうか。さあ、
その箱を動かせば廃墟都市に出られますね。オペレーター 6O より 2B さんへ定期連絡の時間。こちら 2B、 どうした？実は先輩を食事に誘ったら断られちゃって、私これからどうやって生きていけばいいですか、ズービーさん。そんなこと聞かれても。もうバンカーにいられないです。それは困る、作戦に支障があるから。ズービーさんは私を必要としてくれるんですか？ B 型戦闘モデルにはオペレーターのサポートが必要不可欠だから。 2B さん、以上、通信終了。でしょうか。勝手に通信してきた。私たちが平和を愛していることをご理解いただけましたか。口だけならいくらでも言える。機械には心がないんだから。そうかもしれません。でもこれからもよければこの村に来てください。